玉結び TBS ラジオ954玉結び。時刻は2時を過ぎました。 TBS ラジオ安藤弘樹と玉袋筋太郎の玉結び、金曜日は男2人玉4つでお送りしております。さてここからは日替わりの企画をお送りしています。金曜日はこちら、その筋の話。はい、毎月第1金曜日はプロインタビュアー吉田豪さんをお迎えして、豪さんがこれまでインタビューしてきた一筋縄ではいかない有名人の様々なその筋の話を聞いていくコーナーになります、うん、よろしくお願いします。改めまして、はいはい、お願いします。よろしくどうぞ。いや先週はね、はい、その席に石井福子先生がいたんですよ。聞きましたよ、はい、ドキドキしましたよ。あドキドキしちゃってそして1時台は A 倉奈々さん、あそれからの吉田豪さんです、ね、ようやく戻ってきた俺玉む玉がね玉むつで玉が入ってきた。よかったよ豪さん今日ははいはい、あ今日はですね、はい、キングギドラのジブラさんですね。あジブラさん、はい、はい、ではまずそのジブラさんのあらすじ、その筋をご紹介します。お願いします。1971年東京都生まれ、現在45歳。1995年に今や伝説と化したヒップホップグループキングギドラのフロントマンとしてデビュー。日本語におけるラップを新たな次元へと引き上げ、1997年のソロデビューから常にトップの座に君臨し、男女を問わずファンの間でカリスマ的存在となっています。現在テレビ朝日の人気番組フリースタイルダンジョンの MC も務めるなど、自身の音楽活動のほかアーティストのプロデュース、ドラマ、テレビ出演と多彩に活躍中です。そして吉田豪さんの取材によりますと、ジブラさんのその筋は、その1、東京生まれ漫画育ち、祖父について知ったのも漫画だった筋、その2、音楽活動スタート、それって金になるのかの筋、その3、ヒップホップ界のオーガナイザー、悪そうな奴は大体友達の筋、その4、内田裕也さんといきなりラブの筋、その5、奥様激怒、家族を取るかお酒を取るかの筋、以上5本の筋です。たまらないね、もう。たまんないですよね。たまらないね。いやいやいや、まあ、東京生まれ、漫画育ち、はい、祖父について知ったのも漫画だった筋と、はい、これもう爆笑だね、ゴーちゃん。順番に言っちゃいます。それとも、ね、いいよさっきの流れで、うん、ゴーさんの日の流れでお酒からいきますかね。お酒、ね、お酒、お酒、ね。なんか俺に近いとこがあるんだよな。奥様激怒、家族を取るか、お酒を取るか、俺もどっかで聞いたことあるんだね。そうですね。何度か言われたような。何度か言われてる。いやー、こう究極。はいはい、はい、実はインタビューする前に、ジブラさんとは一回だけ会ってるんですよ。まあ、キングギドラの KW 社員さんとはすごい仲良くて、しょっちゅうイベントやったりとか、する仲なんです。すごい人なんでしょ、KW 社員さんっていうのはね。来たこともあるし。はいはいはい。だけど、もはや芸人としてのジャンルに入ってますよね、あの人。渡辺エンタに入ってから、普通にもう、芸能人というか、タレント枠に入る。そう。そうなんですよね。洋七師匠へのね、よいしょがすごいって話だもんね。びっくりしましたよ、バレエバンディ見ての。バレエバンディで。師匠面白いっすなって。すごいらしいんだよな。先輩の立て方がすごいんですよ。楽屋に挨拶行くって、そういう人じゃないでしょ、あの人。キングギドラ、渋谷のドンガっていうね。渋谷のドンのドンガもどんどんできちゃうんですよ。どんどんドンガね。そう。はいはい。だから、ね、KWさんとは仲いいんですけど、ジブラさんと僕一回しか接点なくて、一回歌丸さんの、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルに僕が出た時に、泥酔したジブラさんが乱入して嵐のように去ってたことがあるんですよ。それだけの接点だから覚えてますかって言ったら案の定覚えてなくて。ああ、わかるね。まあね。近い近い。まあ、よく記憶なくしてあるらしいんですよ。わかりますか。いいよいいよいいよ。記憶がなくなると大抵良くないことをしてて、次の日奥さんがすごく怒ってる。はい。で、玄関で叫んでたりとか、見えない敵と戦ったりしてるらしいんですよ。ね、見えない敵戦う。自分でたまに出てくるんだよな、見えない敵。基本的にはハッピーなパーティー飲みって感じらしいんですけどね。一回寝ちゃうとやばくて。やばいね。で、自分の誕生日でも、まあそういうパーティーで盛り上がってたんだけど、完全に潰されて寝てたら、そのジブリさんが起こそうとしたマネージャーさんをうるせえっつってパカーンと殴っちゃったっていうんで、起きたらまず嫁に、謝りなさいって言われて、この瞬間とりあえずツイッターで140文字いっぱいにごめんなさいごめんなさいごめんなさいってまずつぶやいて、ね、俺マジで暴力とか振るわないんですよってね、本当に最高のマネージャーなのにっていう、俺は何をしてんだろう。でそんなことばっかやったんで、奥さん的にも堪忍袋の輪が切れて、これ以上飲むんだったら離婚すると、離婚届持ってこられたから、家族を取るか酒を取るかってことになって禁酒したという。おお、芝浜だなこりゃ。何ですか。芝浜だよ、もう、お酒やめて一生懸命働いてって、でしょ、はいはい、ちゃんと成功して、はいはい、大晦日、うん、いっぱい飲んじゃえよっつって、やっぱやめとこう、夢になるといけねえってことじゃないですか。はいはいはい、
じゃあすごい愛妻家ですよね。そうですよ。ちゃんとしてますよ。お兄さん、本当に。で、実はあれなんですよね。あの、ね、おじいさんが、ね、はい、横井秀樹さんなんですけど。おじいちゃんが横井秀樹だっつのはすごいよね。横井さんのお父さんが、主乱だったらしいんですよ。うん、あ、そうなんだ。やっぱ、あ、覚醒遺伝だ。そうなんですよ。で、そのせいで横井秀樹さんはお酒飲まなかったっていうね。あー、似てる似てる似てる。どっかとも似てるわ、これ。スキルが小さいけど。あー、そうだな。俺も親父結構あんまりいい飲み方ではなかったっていうのがあるの思って。そして全く飲まなくなるっていう。はい。あるみたいですね。だけどさ、やっぱそういう、ね、おじいちゃんについて知ったのも漫画だったって、その横井秀樹さんを知ったのが、うん、漫画だったっつのも驚く、まあね。この辺のエピソードも大好きなんですけど、うん、なんだね、やっぱ TBS ラジオ的にというか、はい、僕ら周辺だと、ジブラさんって、伊集院光さんとの中二病騒動っていうのがあって、うん、中二病っていう言葉を生み出したのが伊集院光らしいって、うん、許せねえみたいなことをツイッターで呟いて、ジブラさんが。あの、誤解ベースなんですよ。あの、伊集院さんは、今の中二病って言葉とは違うものを生み出したじゃないですか。それが誤解されて広まってっていう話なんですけど、気なくせえなー。そう。で、それでちょっとこの二人が決裂したりとかもあったんで、あんまりちょっとジブラさんのイメージって、ラジオ的には良くないかもしれないんですけど、うん、全然信用できる人だっていうのがこういう部分から出てくるんですよね。その一の筋。その一だよね、はいはい。漫画が好きなんだよな。今このね、ジブラさんのや、ね、MC やってるフリースタイルダンジョンって番組が、なぜかアイドルとかアニオタとかにもすごい人気なんですよ。同人誌文化的な方向でも人気になってて、これはまあ日本全国のフリースタイルのラップの重さが、まあ5人の凄腕ラッパーに挑みかかって、即興ラップのうまさを競う番組なんですけどね。で、なんでこれがそのオタ的な人に受けるかって考えたら、少年ジャンプの世界に近いからだと思うんですよ。ってことをご本人に言ったら、ほんと少年ジャンプ毎週読んでて漫画家になりたかったぐらいの人で、番組に関してはそのモンスターが5人いて全部倒すとラスボスが出てくるっていうのは、これリングにかけろみたいな感覚っていう。ね、車田まさみの。まあだから、僕もほぼ年一緒なんで、もう同じような文化をバリバリ撮ってるんですよ。コロコロコミック少年ジャンプって流れで、で、それを全部直撃する人なんですよ。この人は。テニス始めたきっかけは小谷健一のテニスボーイで、でキャプテン翼にハマってサッカースクールに入って、で、輪郭系にハマってなんかいろいろやったりとか、で、それと同じようにゲームセンター嵐が大好きになったら即座にマイコン購入みたいな。マイコン世代だもんね。そうそうそう。もともと藤子不二雄が大好きで、藤子不二雄と名の付くものはほぼ全部読んで、この前マイチューンズのレンタルで時はそうの青春見て最後泣くみたいな感じで。すべて漫画で俺はできてるみたいな感じの人なんで。漫画でできてんだな。で、その自分のおじいさん、まあ母方の祖父なんですけど、うん、そのまあ横井秀樹さんのこと知ったのも漫画だったと、うん。これ僕も知らなかったんですけど、ヤングジャンプで連載されてた栄光なき天才たち。ね、あ、俺たちの相棒が持ってたな。はいはい。これに、中1の時にその筋の人である伝説の喧嘩師、花形圭さんの話があったって言って、調べたら単行本未収録なんですよ、この回だけ。へ、そうなんですよ。なんかあったのかなぁ。まあ、だってね、基本的にもっとちゃんとした英雄が出る本で、それだけ黒社会の人が入ったら、さすがに、おかしいでしょ、まあまあ、まあ、入っちゃったこれ。花形圭さんね。そこにおじいちゃんが突然出てきたと。おぉ。ね、まあ、花形圭さんは安藤組の人で。安藤組だよ、渋谷の。で、おじいちゃんが安藤昇さんに対して、俺は借りた金は解散主義だとか言ってて、なんだこれと思ったと。おーおーおー、安藤さんっていうのは、まあ、そのね、いわゆるその筋の人、安藤組の組長で、俳優転身、作家やプロデューサーとしても活躍した人なんですけど、で、ジブラさんの祖父、横井秀樹さんは、まあ、少年時代に何者か分かってなかったらしいんですよね。横井秀樹さんをちょっと大英の社長だと思ってたっていう。大英の社長。日曜日に近所の紐屋の大英、これちょうど5月5日に閉店させて、ね、したばかりなんですけど、そうですね、そこに、あのおじいちゃんと行くと、何が欲しいんだって聞かれて、この飴が欲しいって言うと、もうボックスで買うんですよ。ガムでも何でもボックスで買ってくれて、気前のいいじいさんだなと慕ってたんですけど、どうやら箱で買うと割引できるみたいな感じで。買い叩いてたみたいな。そうそう。で、大英に行くと社長とかオーナーとか言ってるから、あ、俺ここの孫なんだ、俺すげえ大英の孫みたいな感じで思ったら、もっとすごかったっていう話だったんですよね。すごい。そっか、ビールの王子がね。で、その筋の人たちと揉めて銃撃されてたことを漫画で知ったっていう。おー、俺のじいちゃんね。俺のじいちゃん銃撃されてた。なんだっていうことだよね。なかなか昭和のその時代に銃撃されるおじいちゃんいないですよね。いないね。うん、当時安藤組が狙ったから力道山も狙ってたけどね。撃たずに休む。撃たずに休む。喧嘩でね。そうだよ。はい、ね、はぁ。で、子供の頃おじいちゃんのところ入ると、おじいちゃんのお腹にはピストルの弾が入ってんだって自慢されてて、てっきり戦争で撃たれたんだろうとしたら、これか。ね、戦争じゃなかったね。スケールが違うんだよ、ね。違う戦争。おじいちゃんも弾結びのことよく、みたいなことよく言ってたらしいんですよ。あ、ほんと？お前ら弾2つだけど、俺弾3つなんだよってよく言ってたって。うまい。はい。
そうだ。でもそういうこと言うのは本当確かに戦争ジョークっていうかね、戦争経験の人が言う話だけど、まあ実際戦争は戦争だけどね、これ安藤組に押されてんだから。まあそもそも、まあ横井秀樹さんについてはジブラさんの自伝でも詳しく書かれてるんですけど、まあちょっと簡単に説明すると、渋谷を拠点とするその筋の安藤組と敵対してた人物で、まあホテルニュージャパンの社長にもなって、火災事故があって当時消防だったジブラさんは大変な目に遭うという。消防かあの時。ジブラさんの本名が横井秀幸で、もうほぼおじいちゃんと一緒なんですよ。これはもう吊るし上げられますよ。そうだよな。で慶応の小学校の方なんで、周りはもういいとこの子供たちばっかりなんで、成り上がり者のこういうのが来たら、お前のじいちゃんなんだよってなるっていうね。もう映画が決定だねこれだけで。はいはい、そうですね。すごいよな。でね、だんだんやんちゃになっていて、14とか15歳の頃に家に帰ってこないときに、そうなんですよ。何が奇遇って、渋谷と敵対する組織とおじいちゃん揉めてたじゃないですか。そうなんだ。で、ラッパーになって渋谷を拠点として活動っていうの。これがすごい。よくできてますよねって言ったら、そう、だから14、15号で家に帰ってこないときに渋谷にいるらしいって聞いたら、おじいちゃんがものすごい心配したらしいんですよ。何としてでも探し出せって言って、会社の社員がジブラさん探しに渋谷回らされてて、もうその頃安藤組いないですよっていう。いない、いない、いない。解散してるよ、もう。してますよ。いやーこれ面白いよね。でさ、このジブラさんがさ、そのおじいちゃんのことをさ、ほら、まあ、乗っ取り屋とかいろいろ言われてたけど、はいはい、今で考えりゃ M&A だからね。そうそうそう、全然いいやん。あれ最高だよ ね。M&A じゃねえかって。確かにケチでね、そういうところに問題あったんだけど、先見の目もあったんですよね。あったっていう。ニュージャパンに関してはひどかった。ひどかった。まあすぐ近所だけどね。そうそうそう。そうそう。ケチって、あれはじいちゃんが悪い。ああ。ただね、それ以外にはいろいろいいとこもあったっていう、ね。超ネクタイだよな、横井秀樹さんつったらね。そうそうそう。空ネタで記者会見やっちゃってさ。ああいう場で超ネクタイってね。すごかったよなぁ。でも叩かれたもん。叩かれました。そりゃ慶応の中じゃ浮いちゃうよ。そうですね。ああ。はいはい。まずいまずい。そしてその2いきますかね。行こう行こう行こう。音楽活動スタート。それって金になるのかの筋。うん。音楽活動始めて、まずキングギザーのファーストアルバム、空からの力が出た時に、おじいさんにまずアルバムができましたって報告して持ってったら、第一声が金になるのかっていうね。ああ、横井です。横井さんだね。そうそう。そう、ダイエーではほんとまとめ返してネギルとか、その商人の人物だったから、音楽は素晴らしい商売だと思う。だけど、これ売っていくら入るんだと。うん。俺に入るのは印税だけなんだけどって言ったら、うん、もう思いっきり笑われたらしくて。なんだそれと。その時はバイアウトってシステム。要はアルバム1枚30万円。つまり1人10万円ずつもらうってそれだけだったって聞いたから。そうそう。爆笑されたから悔しくて、それ以上何も言えなかったけど、まあ、ちゃんとそこを見ておけってことだと思ってっていうね。で、そこからいろいろとそういうのを契約とかかなり勉強したらしいんですよ。で、キングギザーのファーストアルバムについて、実はその最初は2000万円くらいしかどうせ売れないだろうってことで、この1人10万円でやったら、2万枚3枚と売れ続けて、途中からその KW 社員が、レコード会社に殴り込んだと。で、毎日担当者に苦情を入れ続けた結果、担当者が3ヶ月で髪の毛が真っ白になって、それで 8% もらえることになったんですよ。おせ面倒だよ。一瞬で真っ白になったんだから。ね、あら現場半分持ってると同じぐらいのお金が入ったんだよね。やってることこれ、KW やばいよね。そうです。ジロさん曰く、レコード会社と KW さんの家がすごく近かったっていうのが全ての敗因っていうね。ああ、そっかそっか。島正人さん羨ましい話ですよね。ごねればなんとかなった。あったんだよな。で、ちなみにちょっといい話が、KW さん今その渡辺エンタでバラエティで活躍してるわけですか。で、ジブラさんは結構こういうような血筋なのもあって、渡辺プロとつながりが深くて。らしいね。うん、だから、そういう血筋からお母さんがやっぱその辺の社長とかと仲いいから、鍋プロ紹介してあげようかみたいな話があって、鍋プロでデビューみたいな話があったけど、それはさすがにヒップホップじゃないってことで断ったんですよ。確かにね。確かにな。そう、自分で成り上がったからいけないから。縁故じゃねえだろうな。そうです。縁故で。そしたらそこに KW 社員が入る。そっか。何なんだろう。巡ってますね。巡って、面白すぎるな。よくできた話。よくできてるよね。それじゃあそのさ、ヒップホップ界のオーガナイザー、悪そうなやつは、大体友達の筋、ここら辺もまた面白いんだな。ドラゴンアッシュの曲、グレートウルデイズにゲストボーカルで出た時に、このフレーズが有名になったわけですか。東京生まれヒップホップ育ち、悪そうな奴は大体友達っていう。これね、言っちゃったんだね、俺。で、これ実はあれなんですよね。僕がその、ね、いわゆる関東連合の本、いびつな絆っていうのを読んで、衝撃を受けたんですよ。
その、そこに出てくる人が悪そうな人は大体友達で誰のことだ、俺はお前なんかと友達じゃないぞって言って、あの、ジブさんを呼び、あの、それを歌ってる奴を呼び出したみたいな文章が出てきて、何これ怖ーと思って。いやー、ないよな、怖い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 。で、つぶやいたら、ジブラさん本人がツイッターで否定したことがあったんですよ。人と違いますよって。まあどういうことかっていうと、まあ本当に当時は大体友達だったんですよって話なんですよ。うんうんうん、だから、あの、実はその、なんだろうな、フリースタイルダンジョンで、オーガナイザーっていう、うん、あの、立ち位置でやってるんですけど、実は昔からオーガナイザー体質で、まあ、不良化したのが早かった時期も、早かったのもあって、はい、先輩とかとずっと一緒に遊んでて、で、先輩がどこ遊びに行くかを自分でいろいろ仕切る人だったらしいんですよ。まあ、今日遊びいいっすよ、遊びいいっすよとか全部確認してみたいな。で、先輩に可愛がってもらうようになって、で、最初にじゃあ一個上の先輩には敬語使ったけど、だんだん敬語、もう敬語いいわ、ほんとって感じで、敬語使わないでどんどんいいような感じの方針にしていって、で、そのうちに当時中2さんで、こう、高校生にパーキン売ってこいとか、そういったネットワーク広がっていくうちに、どんどん上と仲良くなっていって、で、その世界の中心人物みんなと仲良くなっていって、要するに腕力じゃなくて人間関係で制覇してたらしいんですよ。なるほどな、すごいよな。そう、その結果文句言ってくるやつは一人もいなくて、めんどくさく絡んでくる先輩がいた時も、その上のもっと怖い先輩がそいつボコボコにしたいと何も言ってないのに知らないうちになんとなくポジションができていって大体友達になったっていう。なるほどね。だから、なんだろうな、かなりアウトローな世界にいた人のはずなのに、会うと本当にジェントルでピースフルな人で、なんでかと思ったらそういうことなんですよね。昔からみんなと仲良くして輪を繋げて場を楽しくするようなポジションっていう。だから、ほら、大体友達だったんですっていう。なるほどね。特進に入っても大体不良っぽい人は代々の後輩とかでみんな繋がってたっていうね。そうなんだよなぁ。そうそうそう。いやいや、時代がちょっと違うからね、俺と問題、まあ、ちょっとずれてるんですけどね。まあ、そうね、あ、そういう人がいるんだよなぁ、うん。漫画っていうかもうほんと劇画だよね、これ。はいはい、はい。うん。そしてこれだよ、その4だよ。はい。内田裕也さんといきなりラブっていう、これがまたいいなジャンル全然違うはずなのに、なぜか最近ね、ニューイヤーロックフェスの常連になってるんですよね。おぉ、そう。で、どうしてこういう風になったかって言うと、もともとジブラさんが日本人で初めてこの人かっこいいと思ったのが松田優作さん。はいはい。優作さんの葬儀で、力也さんとか優作さんとか、まあ、優也ファミリーがずらーっと棺桶担いでて、こんなに日本人でかっこいい人たちがいるんだって衝撃を受けて。あれ、ゴーちゃん、ここにポール・マキは入ってないね。担いでましたよね。担いでた、誰です、はい、アフォーマンスのつながりでね。しっかり担いでたんだから。まあ、あの辺もアウトロー感が感じて、ガチガチかっこいい人たちじゃないですか。かっこいい、かっこいい。やっぱ、ギャングスター感ですよね。やっぱかっこいいと思ったんだ。で、憧れを持ち始めて、うん、で、二人の出会いが鍋プロの50周年パーティー。やっぱそのお母さんのつながりで、実は誘われて、はいはいはい、で、当時はもうちょっと名前も出てきたから、花でも添えられたぐらい、添えられたらいいなぐらいな感じで、気持ちで行ったら、布施明さんから谷村新司さんからいろんな大物たちがどんどん歌って、花添えるどころか、もうオールスター中のオールスターで居場所なくて途中に廊下に出てたら、会合終わる10分ぐらい前に、ゆやさんや力也さんの一派が到着して、ゆやさんがサンタクロースの格好で鳥で出てきて、鍋プロのお前ら全員ステージ上がれって言って、ステージ全上げていつものあれかましてダーンと終わらせるの見てこの人やっぱどんだわと思って超好きになっちゃってで挨拶に行ったら最近ラップやりたがるやついっぱいいるだろうそういうやつにお前のセカンド聞けって言ってんだって言われてマジですかありがとうございますってなったのが初対面ドラマチックだねでライブ受けちゃったんでもうお腹出して犬みたいになっちゃったんで確かにね僕が取材した時も結構15年ぐらい前なんですけど、うん、最近なんかね、後輩とかでいいなと思う人いますかロッカーとかでしたら、うん、最近はゼブラがいいなって言ってて。そうゼブラなんだね。ゼブラって呼ぶんですよね。ゼブラ、ゼブラ。ジブラって未だに呼ばないぐらいの人だったのが、うんうん、で、ゆうやさんだけは許すっていうルールで、ゆうやさんだけはゼブラって呼びつけたんですけど、ただジブラさんが、ゆうやさんだけは許すって言ってるのが伝わったみたいで、最近ようやくジブラに治ったっていう。治ったんですよ。それはユーアロロペスの常連の、宇治上一番さん。ああ、宇治上。宇治上さんも、つい最近までゼブラって呼んでました。違うからっていうね。おー、いいね、宇治上も。最近もね、ヒップホップの先輩の高木寛さんのバースデーパーティーを仕切ることになったら、なぜかそこにユーアさんの誕生日に近いからってことで一緒にやってくれって言われて、ユーアさんの誕生パーティー仕切ることになって。すごいな、ね、そう。なかなか仕切れないよ、そんなもんな、ね。終了の朝5時半ぐらい前にね、ほとんどみんな帰った後に、ゆうやさんが、じゃあお茶でも行くかって言って、帝国ホテル行って、朝試合ぐらいになって、もう一軒行くぞ、みたいな感じで、ヒップホップやパンクみたいな人間が10人ぐらい、ゆうやさん一派として、帝国ホテル行くだけでもとんでもないのに、うん、これから奥で行くぞってなって、朝8時半ぐらいまで続いて、緊張しっぱなしだから途中で眠すぎて、もうダメだったらトイレに行って3分間タイマーつけて寝たっていうね。おー
すごい、帝国からの大蔵。ねえ、帝国の逆襲ですよ、これ、本当に。ダースベイダーですよ、これ、やってることは。家康さんも意志を受け継ぎたいって言ってるけどね。それがロックの人たちに少ないのは残念だっていう。なるほどね、うん。そうかもしれない。それにちょっと断絶されちゃってるんですよね。確かに。合鍵作って開けるとかね、そっちじゃねえんだよ。そっちじゃねえ。そっちじゃ受け継がなくていいや。面白いな。いや、これその東京生まれの金持ちってのはやっぱりすごいやつがいるんだよね。そうですよね。俺の周りでもいたんだけど、でもここまでやっぱ横井秀樹さんおじいちゃん持ってる人はいないやな。いないですよ、それ。いないや、ほら。すげえや、スキルが違う。なんか、慶応義塾時代の話だけでも面白いですからね。その、一個上に小橋九三さんっていう、すいません、一家小橋会の初代会長、日本青年社の初代会長、その筋の方のその息子さんがいて、ジバさんがやんちゃになっていくうちに一緒につるんでた先輩で、お互い吉田から慶応で、すごい話だ。で、お父さんのお葬式行った時に、ジバさんすでにヒップホップハマってて、髪の毛刈り上げて、ナスカの地上絵みたいに入れてて、その頭のスーツ着てって、向こうからパッと見るとゴブ狩りで、なんならその筋の若いのかなみたいな時に、ずらーっと若い人が並んでる中歩いてったら、向こうも振り返ると、えみたいになってくっていう。そうだよな。いやでもそういうのって、慶応って深いですね。いろいろ幅ありますね、慶応は、ね。幅ありますね。あの、ものすごいちゃんとしたお金持ちと、意外とアウトロ側の人とか、いろんな人たちが混ざってるっていう。アウトロ側いるんですね。正しいのかね、うん、そういうことで言うと、バランス的に、ね。うん、どっちがいいとは言わねえけどさ。本当そうですね。だから本当ね、親の関係、ちょうどだからこの頃、ホテルニュージャパンの関係で、小林会とちょっと揉めてたらしいんですよ。おじいさんが。確かに、だって僕もだ、ももさんの取材した時、よく小林会の名前出ましたからね。いるなぁ。はい。ニューラテンクォーターの絡みでみたいな話ですよ。そうだよな、桃瀬ひろみじさんはね、ラテンクォーターの用心棒ですから。そうです、そうです。だから、下手したら、俺がさら、ね、僕がさらわれてもおかしくないぐらいの感じだったんですけど、関係ない、やっぱ子供同士やみたいな感じの。すごい話が出てくるんですよ。なるほどね。あの、昭和の裏面みたいなものが見れるんですよ。これはコクがある。ジブラさん、いい話いっぱい持ってますよ、まだまだっていう感じです。でしょうね。すごいよなまあね、はい、まあ、歌ちゃんもそういうところと一緒にやってるわけですもんね。ライムスター歌丸だってね。ライムスターそうですよね。二人の共通点は修羅ってとこです。出ましたよ、さっきの話が。怒っちゃうよ、歌ちゃん。歌丸さんのね。修羅の俺に修羅って言われたのに、ね、修羅だったよ。なんでうまいこと言ってる。さあ、そしてお知らせです。吉田豪さんのインタビューが載った、実話文化超タブーボリューム13ですね。このジブラさんのインタビューが載ってます。ああ、面白い。ね、2016年6月号。いやいや、これ、今日今聞いたジブラさんの話、もっとこれ当然詳しく載ってますね。載ってますね。ですね。そして、現在発売中の週刊朝日芸能輝く有名人スキャンダル大賞2016年春場所、はい、吉田豪さん、浅草キッド、歌丸さんが有名人についていろいろ話しております。大賞を受賞しました。ゴーちゃん受賞した。おめでとうございます。朝日芸能人、やった。そしてこちらも現在発売中、お笑いラジオの時間で爆笑問題のインタビューも掲載。たまさんと大会心のね。あ、俺の大好きな。そして、月刊誌、ブロディで、篠田麻里子さんへのインタビューも掲載。面白いです。そして、東京 MX、吉田豪とはみ出し女絶賛放送中。冠番組。これらすごい、ね。冠ですよ。冠だもんね。しかも MX だからね。あ、皆さんの相方も絶賛してます。ああ、そうだ、うちの相方も。あ、元、元、いやいやいや、相方ですよ。現相方ですよ、現相方ね。そういう話でお客さん満足しねえと思うんですね。オチみたいなね。必ず出るんだ、これ。いいぞ、いいぞ。いいな、MX の冠、羨ましいな。そんなこと言って、安藤さん大好き、MX。いやいや、もう MX 大好きですね。将来ね、MX の MC をやるね、マジで。長谷川をね、下ろしてね。降りないですよ。そこは言ってないです。そこは言ってないですよ。はい。ということでね、吉田豪さん、次回の登場は6月3日。はい。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いいよ。玉結び。TBSラジオ。出てくるんですね。その一の筋。その一だよね、はいはい。漫画が好きなんだよな。今このね、ジブラさんのね、MC やってるフリースタイルダンジョンって番組が、なぜかアイドルとかアニオタとかにもすごい人気なんですよ。同人誌文化的な方向でも人気になってて、これはまあ日本全国のフリースタイルのラップの重さが、まあ5人の凄腕ラッパーに挑みかかって即興ラップの上手さを競う番組なんですけどね。で、なんでこれがそのオタ的な人に受けるかって考えたら、少年ジャンプの世界に近いからだと思うんですよ。ってことご本人に言ったら、
本当少年ジャンプ毎週読んでて漫画家になりたかったぐらいの人で、番組に関してはそのモンスターが5人いて全部倒すとラスボスが出てくるっていうのは、これリングにかけろみたいな感覚っていう。本当ですね。車田正美の。まあだから、僕もほぼ年一緒なんで、もう同じような文化をバリバリ撮ってるんですよ。コロコロコミック少年ジャンプって流れで、で、それを全部直撃する人なんですよ、この人は。テニス始めたきっかけが小谷健一のテニスボーイで、でキャプテン翼にハマってサッカースクールに入って、で、輪郭系にハマってなんかいろいろやったりとか、で、それと同じようにゲームセンター嵐が大好きになったら即座にマイコン購入みたいな。マイコン世代だもんね。そうそうそう。もともと藤子不二雄が大好きで、藤子不二雄と名のつくものはほぼ全部読んで、この前マイチューンズのレンタルで時はそうの青春見て最後泣くみたいな感じで、すべて漫画で俺はできてるみたいな感じの人なんで。漫画でできてんだな。で、その自分のおじいさん、まあ母方の祖父なんですけど、そのまあ横井秀樹さんのこと知ったのも漫画だったと。これ僕も知らなかったんですけど、ヤングジャンプで連載されてた栄光なき天才たち。ね、あ、俺たちの相棒が持ってたな。はいはい。これに、中1の時にその筋の人である伝説の喧嘩師、花形圭さんの話があったって言って、調べたら単行本未収録なんですよ、この回だけ。そうなんですよ。なんかあったのかなぁ。まあだってね、基本的にもっとちゃんとした英雄が出る本で、それだけ黒社会の人が入ったら、さすがに、まあ、おかしいでしょ、まあ、まあ入っちゃったこれ。花形圭さんね。そこにおじいちゃんが突然出てきたと。おぉ。ね、まあ花形圭さんは安藤組の人で。安藤組だよ、渋谷の。で、おじいちゃんが安藤昇さんに対して、俺は借りた金は解散主義だとか言ってて、なんだこれと思ったと。安藤さんっていうのは、まあ、ね、いわゆるその筋の人、安藤組の組長で、俳優転身、作家やプロデューサーとしても活躍した人なんですけど、で、ジブラさんの祖父、横井秀樹さんは、まあ、少年時代何者か分かってなかったらしいんですよね。横井秀樹さんをちょっと大英の社長だと思ってたっていう。大英の社長。日曜日に近所の碑文屋の大英、これちょうど5月5日に閉店させて、したばかりなんですけど、そこに、あのおじいちゃんと行くと、何が欲しいんだって聞かれて、この飴が欲しいって言うと、もうボックスで買うんですよ。ガムでも何でもボックスで買ってくれて、気前のいいじいさんだなと慕ってたんですけど、どうやら箱で買うと割引できるみたいな感じで。買い叩いてたみたいな。そうそう。で、大英に行くと社長とかオーナーとか言ってるから、あ、俺ここの孫なんだ、俺すげえ大英の孫みたいな感じで思ったら、もっとすごかったっていう話だったんですよね。すごい。そで、ビルの違う。で、その筋の人たちと揉めて銃撃されてたことを漫画で知ったっていう。おー、俺のじいちゃんね。第一声が金になるのかっていうね。横井さんだね。そう、大英では本当まとめ貸してネギルとか、その商人の人物だったから、音楽は素晴らしい商売だと思う。だけど、これ売っていくら入るんだと。うん、俺に入るのは印税だけなんだけどって言ったら、うん、もう思いっきり笑われたらしくて。なんだそれと。その時はバイアウトってシステム、要はアルバム1枚30万円、つまり1人10万円ずつもらうってそれだけだったって聞いたから、そうそう、爆笑されたから悔しくて、それ以上何も言えなかったけど、まあ、ちゃんとそこを見ておけってことだと思ってっていうね。で、そこからいろいろとそういうの契約とかかなり勉強したらしいんですよ。で、研究所のファーストアルバムについて、実はその最初2000万円くらいしかどうせ売れないだろうってことで、この1人10万円でやったら、2万枚3枚と売れ続けて、途中からその KW 社員が、レコード会社に殴り込んだと。で、毎日担当者に苦情を入れ続けた結果、担当者が3ヶ月で髪の毛が真っ白になって、それで 8% もらえることになったんですよ。おせ面倒だよ。すごい。一瞬で真っ白になっちゃったから。ね、あら現場半分持ってると同じぐらいのお金が入ったんですよね。やってることこれ、KW やばいよね。そうです。ジロさん曰く、レコード会社と KW さんの家がすごく近かったっていうのが全ての敗因っていうね。ああ、そっかそっか。下尾正人さん羨む話ですよね。骨ればなんとかなった。あったんだよなで、ちなみにちょっといい話が、KW さん今その渡辺エンタでバラエティで活躍してるわけですか。で、ジブヤさんは結構こういうような血筋なのもあって、渡辺プロとつながりが深くて。らしいね。だから、そういう血筋からお母さんがやっぱその辺の社長とかと仲いいから、鍋プロ紹介してあげようかみたいな話があって、鍋プロでデビューみたいな話があったけど、それはさすがにヒップホップじゃないってことで断ったんですよ。確かにね。確かにな。そう、自分で成り上がったからいけないからって。縁故じゃねえだろ。そうですね。縁故で。そしたらそこに KW 社員が入るって。そっか。何なんだろう。巡ってますね。巡って面白すぎるなぁ。よくできた話。よくできてるよね。それじゃあそのさ、ヒップホップ界のオーガナイザー、悪そうなやつは、大体友達の筋、ここら辺もまた面白いんだなぁ。はいはい。ドラゴンアッシュの曲、グレートオールデイズにゲストボーカルで出た時に、このフレーズが有名だったわけですか。東京生まれヒップホップ育ち、悪そうなやつは大体友達っていう。これね、言っちゃったんだね、これ。で、これ実はあれなんですよね。僕がその、ね、いわゆる関東連合の本、いびつな絆っていうのを読んで、衝撃を受けたんですよ。
その、そこに出てくる人が、悪そうな人は大体友達で誰のことだ、俺はお前なんかと友達じゃないぞって言って、あの、ジブさんを呼び、あの、それを歌ってる奴を呼び出したみたいな文章が出てきて、何これ怖ーと思ってた。いやー、ないよな、怖い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 。で、つぶやいたら、ジブラさん本人がツイッターで否定したことがあったんですよ。ちょっと違いますよって。まあ、どういうことかっていうと、まあ、本当に、当時は大体友達だったんですよって話なんですよ。うんうんうん、だから、あの、実はその、なんだろうな、フリースタイルダンジョンで、オーガナイザーっていう、あの、立ち位置でやってるんですけど、実は昔からオーガナイザー体質で、そうなんですよね。洋七少へのね、よいしょがすごいって話だもんね。びっくりしましたよ、バレエバンディ見ての。バレエバンディで、師匠面白いっすなって。すごいらしいんだよな。先輩の立て方がすごいんですよ。楽屋に挨拶行くって、そういう人じゃないでしょ、あの人。キングキドラが、渋谷のドンガっていうね、渋谷のドンのドンガもどんどんできちゃうんですよ。どんどんどんドンガね。そう。はいはい、だから、ケイタマさんとは仲いいんですけど、ジブラさんと僕一回しか接点なくて、一回歌丸さんのライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルに僕が出た時に、泥酔したジブラさんが乱入して嵐のように去ってたことがあるんですよ。おそれだけの接点だから覚えてますかって言ったら案の定覚えてなくて。あーわかるね。まあね。はいはい、近い近い。まあよく記憶なくしたらしいんですよ。うん。わかる。わかりますか？いいよいいよいいよ。で、記憶がなくなると大抵良くないことをしてて、次の日奥さんがすごく怒ってる。はい。で、玄関で叫んでたりとか、見えない敵と戦ったりしてるらしいんですよ。ああ、ね、見えない敵戦う人たち。自分でたまに出てくるんだよな、見えない敵。はいはいはい、基本的にはハッピーなパーティー飲みって感じらしいんですけどね。一回寝ちゃうとやばくて。やばいね。で、自分の誕生日でも、まあそういうパーティーで盛り上がってたんだけど、完全に潰されて寝てたら、そのジブリさんが起こそうとしたマネージャーさんをうるせえっつってパカーンと殴っちゃったっていうで、起きたらまず嫁に、電話して謝りなさいって言われて、この瞬間とりあえずツイッターで140文字いっぱいにごめんなさいごめんなさいごめんなさいってまずつぶやいて、ね、俺マジで暴力とか振るわないんですよってね、本当に最高のマネージャーなのにっていう、俺は何をしてんだろう。でそんなことばっかりあったんで、奥さん的にも堪忍袋の輪が切れて、これ以上飲むんだったら離婚すると、離婚届持ってこられたから家族を取るか酒を取るかってことになって禁酒したという。おー、芝浜だなこりゃ。何ですか？芝浜だよ、もう、酒やめて一生懸命働いてって、でしょ、はいはい、ちゃんと成功して、はいはい、大晦日、うん、いっぱい飲んじゃえよって言って、やっぱやめとこう、夢になるといけねえってことじゃないですか。じゃあすごい愛妻家ですよね。そうですよ。ちゃんとしてますよ。うん、で、実はあれなんですよね。あの、ね、おじいさんが、ね、はい、横井秀樹さんなんですけど。おじいちゃんが横井秀樹だっつのはすごいよね。横井さんのお父さんが、主乱だったらしいんですよ。うん、あ、そうなんやっぱ、あ、覚醒遺伝だ。そうなんですよ。で、そのせいで横井秀樹さんはお酒飲まなかったっていうね。あー、似てる似てる似てる。どっかとも似てるわ、これ。スケールが小さいけど。あー、あー、俺も親父結構あんまりいい飲み方ではなかったっていうのがあるの、そして全く飲まなくなるっていう。はい。あるみたいですね。だけどさ、やっぱそういう、ね、おじいちゃんについて知ったのも漫画だったって、その横井秀樹さんを知ったのが、漫画だったっつのも驚く、まあ、ね。この辺のエピソードも大好きなんですけど、なんだね、やっぱ TBS ラジオ的にというか、はい、僕ら周辺だと、ジブラさんって、伊集院光さんとの中二病騒動っていうのがあって、中二病っていう言葉を生み出したのが伊集院光らしいって、うるせねえみたいなことをツイッターで呟いて、ジブラさんが。あの、誤解ベースなんですよ。あの、伊集院さんは、今の中二病って言葉とは違うものを生み出したじゃないですか。それが誤解されて広まってっていう話なんですけど、気なくせえなぁ。それでちょっとこの二人が決裂したいとかもあったんですから、最近はゼブラがいいなって言ってて。そう、ゼブラなんだ、ね。ゼブラって呼ぶんですよね。ゼブラ、ゼブラ。ジブラって未だに呼ばないぐらいの人だったのが、うんうんうん、で、ゆうやさんだけは許すっていうルールで、ゆうやさんだけはゼブラって呼びつけたんですけど、ただジブラさんが、あの、ゆうやさんだけは許すって言ってるのが伝わったみたいで、最近よくジブラに治ったっていう。治ったんですよ。それはイエアロロペスの常連の、あの、宇治神一番さん。ああ、宇治神。宇治神さんも、つい最近までゼブラって呼んでます。違うからっていうね。おー、いいね、宇治神も。最近もあの、ね、ヒップホップの先輩の高木寛さんのバースデーパーティーを仕切ることになったら、なぜかそこにゆうやさんの誕生日より近いからってことで一緒にやってくれって言われて、ゆうやさんの誕生パーティー仕切ることになって。すごいな。そう。なかなか仕切れないよ、そんなもんな。そう、終了の朝5時半ぐらい前にね、ほとんどみんな帰った後にゆうやさんが、じゃあお茶でも行くかって言って、帝国ホテル行って、朝4時ぐらいになって、もう一軒行くぞ、ええー、みたいな感じで、ポップやパンクみたいな人間が10人ぐらい家さん一派として、帝国ホテル行くだけでもとんでもないのに、これから奥から行くぞってなって朝8時半ぐらいまで続いて、緊張しっぱなしだから途中で眠すぎてもうダメだったらトイレに行って3分間タイマーつけて寝たっていうね。
すごい、帝国からの大蔵。ねえ、帝国の逆襲ですよ、これ、本当に。ダースベーダーですよ、これ、やってることは。家康さんも意志を受け継ぎたいって言ってるけどね。それがロックの人たち少ないのは残念だっていう。あ、なるほどね、うん。そうかもしれない。それにちょっと断絶されちゃってるんですよね。確かに。合鍵作って開けるとかね、そっちじゃねえんだよ。そっちは受け継がないでいいんですよ。そっちは受け継がなくていいや。面白いな。いや、やっぱその東京生まれの金持ちってのはやっぱりすごいやつがいるんだよね。そうですよね。俺の生まれでもいたんだけど、でもここまでやっぱ横井秀樹さんおじいちゃん持ってる人はいないやな。いないですよ、それ。いないや、ほら。すげえや、スキルが違う。なんか慶応義塾時代の話だけでも面白いですからね。その一個上に小橋九三さんっていう、すいません、小橋会の初代会長、日本青年社の初代会長、その筋の方のその息子さんがいて、ジバさんがやんちゃになっていくうちに一緒につるんでた先輩で、お互い吉田から慶応で、すごい話で、お父さんのお葬式行った時に、ジバさんすでにヒップホップハマってて、髪の毛刈り上げて、ナスカの地上絵みたいなの入れてて、そんな頭のスーツ着てって、向こうからパッと見るとゴブ狩りで、なんならその筋の若いのかなみたいな時に、ずらーっと若い人が並んでる中歩いてったら、向こうも振り返ると、えみたいになってくっていう。そうだよな。いやでもそういうと慶応って深いですね。いろいろ幅ありますね、慶応ね。幅ありますね。あの、ものすごいちゃんとしたお金持ちと、意外とアウトロ側の人とか、いろんな人が混ざってるっていう。アウトロ側いるんですね。正しいのかね、うん、そういうことで言うと、バランス的に、ね。うん、どっちがいいとは言わねえけどさ。本当そうですね。だから本当ね、親の関係、ちょうどだからこの頃、ホテルニュージャパンの関係で、小林会とちょっと揉めてたらしいんですよ。おじいさんが。確かに、だって僕もだ、桃さんの取材した時、よく小林会の名前出ましたからね。あの、うん、はい、三浦テリコ、いいよいいよ、さっきの流れで、うん、ゾウさんの日の流れでお酒からいきますかね。お酒、お酒、お酒、なんか俺に近いとこがあるんだよな。奥様激怒、家族を取るか、お酒を取るか、俺もどっかで聞いたことあるんだね。そうですね。何度か言われたような。何度か言われてる。いやー、はい、こう究極、はいはい。はい。実はインタビューする前に、ジブラさんとは一回だけ会ってるんですよ。まあ、キングギドラの KW 社員さんとはすごい仲良くて、しょっちゅうイベントやったりとか、する仲なんです。すごい人なんでしょ、KW 社員さんっていうのはね。来たこともあるし。はいはいはい。だけど、もはや芸人としてのジャンルに入ってますよね、あの人。あの、渡辺エンタに入ってから、それにもう、芸能人というか、タレント枠に入る。そう。そうなんですよね。洋七師匠へのね、よいしょがすごいって話だもんね。びっくりしましたよ、バレエバンディ見ての。バレエバンディで。師匠面白いっすなって。すごいらしいんだよな。先輩の立て方がすごいんですよ。楽屋に挨拶行くって、そういう人じゃないでしょ、あの人。キングギドラが。渋谷のドンガっていうね。渋谷のドンのドンガもどんどんできちゃうんですよ。どんどんドンガね。そう。はいはい、だからね、ケイタマさんとは仲いいんですけど、ジブラさんと僕一回しか接点なくて、一回歌丸さんの、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルに僕が出た時に、泥酔したジブラさんが乱入して嵐のように去ってたことがあるんですよ。それだけの接点だから覚えてますかって言ったら案の定覚えてなくて。ああ、わかるね。まあね。近い近い近い。まあよく記憶なくしてあるらしいんですよ。わかりますか？いいよいいよいいよ。記憶がなくなると大抵良くないことをしてて、次の日奥さんがすごく怒ってる。はい。で、玄関で叫んでたりとか、見えない敵と戦ったりしてるらしいんですよ。見えない敵戦ってる。見えない敵たまに出てくるんだよな、見えない敵。基本的にはハッピーなパーティー飲みって感じらしいんですけどね。一回寝ちゃうとやばくて。やばいね。で、自分の誕生日でも、まあそういうパーティーで盛り上がってたんだけど、完全に潰されて寝てたら、そのジブリさんが起こそうとしたマネージャーさんをうるせえっつってパカーンと殴っちゃったっていう。起きたらまず嫁に、電話して謝りなさいって言われて、この瞬間とりあえずツイッターで140文字いっぱいにごめんなさいごめんなさいごめんなさいってまずつぶやいて、ね、俺マジで暴力とか振るわないんですよってね、本当に最高のマネージャーなのにっていう、俺は何をしてんだろう。でそんなことばっかあったんで、奥さん的にも堪忍袋の輪が切れて、これ以上飲むんだったら離婚すると、離婚届持ってこられたから家族を取るか酒を取るかってことになって禁酒したという。おー、芝浜だな、こりゃ。何ですか、芝浜だよ、もう、お酒やめて一生懸命働いてって、でしょ、はいはい、ちゃんと成功して、はいはい、大晦日、いっぱい飲んじゃえよって言って、やっぱやめとこう、夢になるといけねえってことじゃないですか。じゃあすごい愛妻家ですよね。そうですよ。ちゃんとしてますよ。で、実はあれなんですよね。ね、おじいさんが、ね、はい、横井秀樹さんなんですけど。おじいちゃんが横井秀樹だっつうのはすごいよね。横井さんのお父さんが、主乱だったらしいんですよ。あ、そうなんだ。やっぱ、あ、覚醒遺伝だ。そうなんですよ。で、そのせいで横井秀樹さんはお酒飲まなかったっていうね。あー、似てる似てる似てる。どっかとも似てるわ、これ。スキルが小さいけど。あー、そうだな。俺も親父結構あんまりいい飲み方ではなかったっていうのがあるの。そして全く飲まなくなるっていう。はい。しょっちゅうイベントやったりとか、
する仲なんですけど。すごい人なんでしょ、KW 社員さんっていうのはね。来たこともあるし。はいはいはい。だけど、もはや芸人としてのジャンルに入ってますよね、あの人。渡辺エンタに入ってから、普通にもう芸能人というか、タレント枠に入る。そう。そうなんですよね。洋七師匠へのね、よいしょがすごいって話だもんね。びっくりしましたよ、バレエバンディ見ての。バレエバンディで。師匠面白いっすなって。すごいらしいんだよな。先輩の立て方がすごいんですよ。楽屋に挨拶行くって、そういう人じゃないでしょ、あの人。キングキドラ。渋谷のドンガっていうね。渋谷のドンのドンガもどんどんできちゃうんですよ。どんどんドンガね。そう。はいはい。だから、ケイダマさんとは仲いいんですけど、ジブラさんと僕一回しか接点なくて、一回歌丸さんの、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルに僕が出た時に、泥酔したジブラさんが乱入して嵐のように去ってたことがあるんですよ。それだけの接点だから覚えてますかって言ったら案の定覚えてなくて。ああ、わかるね。まあね。近い近い。まあ、よく記憶なくしてあるらしいんですよ。わかりますか？いいよいいよいいよ。記憶がなくなると大抵良くないことをしてて、次の日奥さんがすごく怒ってる。はい。で、玄関で叫んでたりとか、見えない敵と戦ったりしてるらしいんですよ。ね、見えない敵戦う人。いるんだ、たまに出てくるんだよな、見えない敵。基本的にはハッピーなパーティー飲みって感じらしいんですけどね。一回寝ちゃうとやばくて。やばいね。で、自分の誕生日でも、まあそういうパーティーで盛り上がってたんだけど、完全に潰されて寝てたら、そのジブリさんが起こそうとしたマネージャーさんをうるせえっつってパカーンと殴っちゃったっていうんで、起きたらまず嫁に、電話して謝りなさいって言われて、この瞬間とりあえずツイッターで140文字いっぱいにごめんなさいごめんなさいごめんなさいってまずつぶやいて、ね、俺マジで暴力とか振るわないんですよってね、本当に最高のマネージャーなのにっていう、俺は何をしてんだろう。でそんなことばっかやったんで、奥さん的にも堪忍袋の輪が切れて、これ以上飲むんだったら離婚すると、離婚届持ってこられたから、家族を取るか酒を取るかってことになって禁酒したという。おー、芝浜だなこりゃ。何ですか？芝浜だよ、もう、酒やめて一生懸命働いてって、でしょ、はいはい、ちゃんと成功して、はいはい、大晦日、いっぱい飲んじゃえよって言って、やっぱやめろ、夢になるといけねえってことじゃないですか。じゃあすごい愛妻家ですよね。そうですよ。ちゃんとしてますよ。で、実はあれなんですよね。ね、おじいさんが、ね、はい、横井秀樹さんなんですけど。おじいちゃんが横井秀樹だっつのはすごいよね。横井さんのお父さんが、主乱だったらしいんですよ。あ、そうなんだ。やっぱ、あ、覚醒遺伝だ。そうなんですよ。で、そのせいで横井秀樹さんはお酒飲まなかったっていうね。あー、似てる似てる似てる。どっかとも似てるわ、これ。スキルが小さいけど。あー、そうだね。俺も親父結構あんまりいい飲み方ではなかったっていうのがあるの。そして全く飲まなくなるっていう。あるみたいですね。だけどさ、やっぱそういう、ね、おじいちゃんについて知ったのも漫画だったって、その横井秀樹さんを知ったのが、漫画だったっつうのも驚く、まあ、この辺のエピソードも大好きなんですけど、なんだね、やっぱ TBS ラジオ的にというか、はい、僕ら周辺だと、ジブラさんって、伊集院光さんとの中二病騒動っていうのがあって、中二病っていう言葉を生み出したのが伊集院光らしいみたいなことをツイッターで呟いて、ジブラさんが。誤解ベースなんですよ。伊集院さんは、今の中二病って言葉とは違うものを生み出したじゃないですか。それが誤解されて広まってっていう話なんですけど。気なくせえなぁ。で、それでちょっとこの二人が決裂したいとかもあったんですから、最近はゼブラがいいなって言ってて。そう。ゼブラなんだね。ゼブラって呼ぶんですよね。ゼブラ、ゼブラ。ジブラって未だに呼ばないぐらいの人だったのが、で、ユーヤさんだけは許すっていうルールで、ユーヤさんだけはゼブラって呼びつけたんですけど、ただジブラさんが、ユーヤさんだけは許すって言ってるのが伝わったみたいで、最近よくジブラに治ったっていう。治ったんですよ。それはユーヤロックフェスの常連の、宇治神一番さん。ああ、宇治神。宇治神さんも、つい最近までゼブラって呼んでます。違うからっていうね。おー、いいね、宇治神も。最近もね、ヒップホップの先輩の高木寛さんのバースデーパーティーを仕切ることになったら、なぜかそこにゆうやさんの誕生日に近いからってことで一緒にやってくれって言われて、ゆうやさんの誕生パーティー仕切ることになって。すごいな。そう。なかなか仕切れないよ、そんなもんな。終了の朝5時半ぐらいにね、ほとんどみんな帰った後にゆうやさんが、じゃあお茶でも行くかって言って、帝国ホテル行って、朝試合ぐらいになって、もう一軒行くぞ、みたいな感じで、ヒップホップやパンクみたいな人間が10人ぐらい、家さん一派として、帝国ホテル行くだけでもとんでもないのに、これから奥から行くぞってなって、朝8時半ぐらいまで続いて、緊張しっぱなしだから途中で眠すぎてもうダメだったらトイレに行って3分間タイマーつけて寝たっていうね。おすごい、帝国からの大蔵。ねえ、帝国の逆襲ですよ、これ、本当に。ダースベーダーですよ、これ、やってることは。家康さんの意志を受け継ぎたいって言ってるけどね。それがロックの人たちに少ないのは残念だっていう。なるほどね。そうかもしれない。それにちょっと断絶されちゃってるんですよね。確かに。合鍵作って開けるとかね、そっちじゃねえんだね。そっちは受け継がなくていいんですよ。そっちは受け継がなくていいや。面白いな。
いや、やっぱその東京生まれの金持ちってのはやっぱりすごいやつがいるんだよね。そうですよね、うん。俺の周りでもいたんだけど、でもここまでやっぱ横井秀樹さんおじいちゃん持ってる人はいないやな。いないですよ、それ。いないや、ほら。すげえや、スキルが違う。なんか、慶応義塾時代の話だけでも面白いですからね。その、一個上に小橋九三さんっていう、すいません、小橋会の初代会長、日本青年社の初代会長、はい、その筋の方のその息子さんがいて、ジバさんがやんちゃになってくるうちに一緒につるんでた先輩で、お互い吉田から慶応で、で、お父さんのお葬式行った時に、ジバさんすでにヒップホップハマってて、髪の毛刈り上げて、ナスカの地上絵みたいに入れてて、そんな頭のままスーツ着てって、向こうからパッと見るとゴブ狩りで、なんならその筋の若いのかなみたいな時に、ずらーっと若い人が並んでる中歩いてったら、向こうも振り返ると、えみたいになってくっていう。そうだよな。あいやでもそういうと慶応って深いですね。いろいろ幅ありますね、慶応ね。幅ありますね。あの、ものすごいちゃんとしたお金持ちと、意外とアウトロ側の人とか、いろんな人たちが混ざってるっていう。アウトロ側いるんですね。正しいのかね、うん、そういうことで言うと、バランス的に、ね、うん。どっちがいいとは言わねえけどさ。本当そうですね。だから本当ね、親の関係、ちょうどだから、スタイルダンジョンって番組が、なぜかアイドルとかアニオタとかにもすごい人気なんですよ。同人誌文化的な方向でも人気になってて、これはまあ日本全国のフリースタイルのラップの重さが、まあ5人の凄腕ラッパーに挑みかかって即興ラップのうまさを競う番組なんですけどね。で、なんでこれがそのオタ的な人に受けるかって考えたら、少年ジャンプの世界に近いからだと思うんですよ。ってことをご本人に言ったら、ほんと少年ジャンプ毎週読んでて漫画家になりたかったぐらいの人で、番組に関してはそのモンスターが5人いて全部倒すとラスボスが出てくるっていうのは、これリングにかけろみたいな感覚っていう。感覚世代だね。車田正美の。まあだから、僕もうほぼ年一緒なんで、もう、同じような文化をバリバリ撮ってるんですよ。コロコロコミック少年ジャンプって流れで、で、それを全部直撃する人なんですよ。この人は。テニス始めたきっかけが小谷健一のテニスボーイで、でキャプテン翼にハマってサッカースクールに入って、で、輪郭系にハマってなんかいろいろやったりとか、で、それと同じようにゲームセンター嵐が大好きになったら即座にマイコン購入みたいな。マイコン世代だもんね。そうそうそう。もともと藤子不二雄が大好きで、藤子不二雄と名のつくものはほぼ全部読んで、この前マイチューンズのレンタルで時はそうの青春見て、最後泣くみたいな感じで、すべて漫画で俺はできてるみたいな感じの人なんで、漫画でできてんだな。で、その自分のおじいさん、まあ母方の祖父なんですけど、そのまあ横井秀樹さんのことを知ったのも漫画だったと。これ僕も知らなかったんですけど、ヤングジャンプで連載されてた栄光なき天才たち、ね、俺たちの相棒が持ってたな。はいはい。これに。中1の時にその筋の人である伝説の喧嘩師、花形圭さんの話があったって言って、調べたら単行本未収録なんですよ、この回だけ。そうなんですよ。なんかあったのかなぁ。まあだってね、基本的にもっとちゃんとした英雄が出る本で、それだけ黒社会の人が入ったら、さすがにおかしいでしょ、まあ、まあ入っちゃったくらい。花形圭さんね。そこにおじいちゃんが突然出てきたと。おね、まあ花形圭さんは安藤組の人で。安藤組だよ、渋谷の。で、おじいちゃんが安藤昇さんに対して、俺は借りた金は解散主義だとか言ってて、なんだこれと思ったと。安藤さんっていうのは、まあ、そのね、いわゆるその筋の人、安藤組の組長で、俳優転身、作家やプロデューサーとしても活躍した人なんですけど、で、ジブラさんの祖父、横井秀樹さんは、まあ、少年時代何者か分かってなかったらしいんですよね。横井秀樹さんをちょっと大英の社長だと思ってたっていう。大英の社長。日曜日に近所の碑文屋の大英、これちょうど5月5日に閉店させて、ね、したばかりなんですけど、そこに、あのおじいちゃんと行くと、何が欲しいんだって聞かれて、この飴が欲しいって言うと、もうボックスで買うんですよ。ガムでも何でもボックスで買ってくれて、気前のいいじいさんだなと慕ってたんですけど、どうやら箱で買うと割引できるみたいな感じで。買い叩いてたみたいな。そうそう。で、大英に行くと社長とかオーナーとか言ってるから、あ、俺ここの孫なんだ、俺すげえ大英の孫みたいな感じで思ったら、もっとすごかったっていう話だったんですよね。すごい。そっか、ビールの違う、ね。で、その筋の人たちと揉めて銃撃されてたことを漫画で知ったっていう。おぉ、俺のじいちゃんね。おいさん、第一声が金になるのかっていうね。横井さんだね。そう、大英では本当まとめ会社ネギルとか、その商人、それがロックの人たち少ないのは残念だっていう。なるほどね、そうかもしれない。それにちょっと断絶されちゃってるんですよね。確かに。合鍵作って開けるとかね、そっちじゃねえんだね。そっちは受け付かないんですよ。そっちは受け付かなくていいや。面白いな。いや、やっぱその東京生まれの金持ちってのはやっぱりすごいやつがいるんだよね。そうですよね。俺の周りでもいたんだけど、でもここまでやっぱ横井秀樹さんおじいちゃん持ってる人はいないやな。いないですよ、それ。いないや、ほら。
すげえな、スキルが違う。なんか慶応義塾時代の話だけで面白いですからね。その一個上に小橋久三さんっていう、すいません、小橋会の初代会長、日本青年社の初代会長、はい、その筋の方のその息子さんがいて、ジバさんがやんちゃになってくるうちに一緒につるんでた先輩で、お互い吉田から慶応で、すごい話ね。で、お父さんのお葬式行った時に、ジバさんすでにヒップホップハマってて、髪の毛刈り上げて、ナスカの父親みたいに入れてて、その頭のままスーツ着てって、な向こうからパッと見るとゴブ狩りで、なんならその筋の若いのかなみたいな時に、ずらーっと若い人が並んでる中歩いてったら、向こうも振り返ると、えみたいになってくっていう。そうだよな。いやでもそういうと慶応って深いですね。いろいろ幅ありますね、慶応、ね、幅ありますね。あの、ものすごいちゃんとしたお金持ちと、はい、アウトロ側の人とか、いろんな人たちが混ざってるっていう。アウトロ側いるんですね。正しいのかね、うん、そういうことで言うと、バランス的に、ね、うん。どっちがいいとは言わねえけどさ。本当そうですね。だから本当ね、親の関係、ちょうどだからこの頃、ホテルニュージャパンの関係で、小林会とちょっと揉めてたらしいんですよ。おじいさんが。確かに、だって僕もだ、ももさんの取材した時、よく小林会の名前出ましたからね。いるなぁ。はい。ニューラテンクォーターの絡みでみたいな話ですよ。そうだよな、桃瀬ひろみじさんはね、ラテンクォーターの用心棒をやってたっていう人ですからね。だから、下手したら、俺がさら、ね、僕がさらわれてもおかしくないぐらいの感じだったんですけど、関係ない、やっぱ子供同士やみたいな感じの。ああ。すごい話が出てくるんですよ。なるほどね。あの、昭和の裏面みたいなものが見れるんですよ。ああ。これはコクがある。ジブラさん、いい話いっぱい持ってますよ、まだまだっていう感じですよ。でしょうね。すごいよなぁ。まあね、はい、まあ歌ちゃんもそういうところと一緒にやってるわけですもんね。ライムスター歌丸だってね。ライムスターそうですよね。二人の共通点は主乱ってとこです。出ましたよ、さっきの話が。怒っちゃうよ、歌ちゃん。歌丸さんのね。主乱の俺に主乱って言われたのに、主乱だったよ。なんでうまいこと言ってる。さあ、そしてお知らせです。吉田剛さんのインタビューが載った、実話文化超タブーボリューム13ですね。このジブラさんのインタビューが載ってます。ああ、面白い。ね、2016年6月号。いやいや、これ、今日今聞いたジブラさんの話、もっとこれ当然詳しく載ってますね。載ってますね。はいはい、ですね。そして、現在発売中の週刊朝日芸能輝く有名人スキャンダル大賞2016年春場所、はい、吉田剛さん、浅草キッド、歌丸さんが有名人についていろいろ話しております。大賞受賞しました。ゴーちゃん受賞した。おめでとうございます。朝日芸能人、やった。そしてこちらも現在発売中。まあ、東京生まれ、漫画育ち、はい、祖父について知ったのも漫画だった筋と、はい、これもう爆笑だね、ゴーちゃん。はいはいはい、うん、じゃあ、順番に言っちゃいます。それとも、ね、いよさっきの流れで、ゴーさんの日の流れでお酒からいきますかね。お酒、お酒、お酒、ね、なんか俺に近いとこがあるんだよな。はいはいはい、奥様激怒、家族を取るかお酒を取るか、俺もどっかで聞いたことあるんだね。そうですね。何度か言われたような。何度か言われてる。うん。いやー、はい、究極、はい。はいはい。実はインタビューする前に、ジブラさんとは一回だけ会ってるんですよ。まあ、キングギドラの KW 社員さんとはすごい仲良くて、しょっちゅうイベントやったりとか、する仲なんです。すごい人なんでしょ、KW 社員さんっていうのはね。来たこともあるし。はいはいはい。だけど、もはや芸人としてのジャンルに入ってますよね、あの人。あの、渡辺エンタに入ってから、普通にもう、芸能人というか、タレント枠に入る。そう。そうなんですよね。洋七師匠へのね、よいしょがすごいって話だもんね。びっくりしましたよ、バレエバンディ見ての。バレエバンディで。師匠面白いっすなって。すごいらしいんだよな。先輩の立て方がすごいんですよ。楽屋に挨拶行くって、そういう人じゃないでしょ、あの人。キングギドラが。渋谷のドンガっていうね。渋谷のドンのドンガもどんどんできちゃうんですよ。どんどんドンガね。そう。ケイタマさんとは仲いいんですけど、ジブラさんと僕一回しか接点なくて、一回歌丸さんのライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルに僕が出た時に、泥酔したジブラさんが乱入して嵐のように去ってたことがあるんですよ。それだけの接点だから覚えてますかって言ったら案の定覚えてなくて。ああ、わかるね。まあね。はい、近い近い。まあよく記憶なくしてるらしいんですよ。わかりますか？いいよいいよいいよ。で、記憶がなくなると大抵良くないことをしてて、次の日奥さんがすごく怒ってる。はい。で、玄関で叫んでたりとか、見えない敵と戦ったりしてるらしいんですよ。見えない敵戦いてる。たまに出てくるんだよな、見えない敵。基本的にはハッピーなパーティー飲みって感じらしいんですけどね。一回寝ちゃうとやばくて。やばいね。で、自分の誕生日でも、まあそういうパーティーで盛り上がってたんだけど、完全に潰されて寝てたら、そのジブリさんを起こそうとしたマネージャーさんを、うるせえっつってパカーンと殴っちゃったっていう。起きたら、まず嫁に、電話した謝りなさいって言われて、その瞬間とりあえずツイッターで140文字いっぱいにごめんなさいごめんなさいごめんなさいってまずつぶやいて、おー、俺マジで暴力とか振るわないんですよってね、本当に最高のマネージャーなのにっていう、俺は何をしてんだろう。でそんなことばっかりあったんで、奥さん的にも堪忍袋の輪が切れて、これ以上飲むんだったら離婚すると、離婚届持ってこられたから家族を取るか酒を取るかってことになって禁酒したという。おー、芝浜だな、こりゃ。何ですか、芝浜だよ、もう、酒やめて一生懸命働いてって、
思うでしょ、はいはい、ちゃんと成功して、はいはい、大晦日、うん、いっぱい飲んじゃえよって言って、うんうん、やっぱやめとこう、夢になるといけねえってことじゃないですか。じゃあすごい愛妻家ですよね。そうですよ。ちゃんとしてますよ。で、実はあれなんですよね。ね、おじいさんが、ね、はい、横井秀樹さんなんですけど。おじいちゃんが横井秀樹だっつうのはすごいよね。横井さんのお父さんが、主乱だったらしいんですよ。うん、あ、そうなんやっぱ、あ、覚醒遺伝だ。そうなんですよ。で、そのせいで横井秀樹さんはお酒飲まなかったっていうね。あー、似てる似てる似てる。どっかとも似てるわ、これ。すごいよね。横井さんのお父さんが、主乱だったらしいんですよ。あ、そうなんやっぱ、あ、覚醒遺伝だ。そうなんですよ。で、そのせいで横井秀樹さんはお酒飲まなかったっていうね。あー、似てる似てる似てる、うん、どっかとも似てるわこれ。スケールが小さいけど。あーあー、俺も親父結構あんまりいい飲み方ではなかったっていうのがあるの。そして全く飲まなくなるっていう。ちょっとイベントやったりとか、する仲なんです。すごい人なんでしょ、うん、KW 社員さんっていうのはね、来たこともあるし。はいはいはい。だけどもうもはや芸人としてのジャンルに入ってますよね、あの人。あの渡辺エンタに入ってから普通にもう芸能人というかタレント枠に入る。そう。そうなんですよね。養子師匠へのね、よいしょがすごいって話だもんね。びっくりしました。バレエダンディ見ての。バレエダンディで。面白いっすなって。すごいらしいんだよな。先輩の立て方がすごいんですよ。楽屋に挨拶行くって、そういう人じゃないでしょ、あの人。キングキング。渋谷のドンガっていうね。渋谷のドンのドンガもどんどんできちゃうんですよ。どんどんどんドンガね。そう。はいはい、だから、ケイタマさんとは仲いいんですけど、ジブラさんと僕一回しか接点なくて、一回歌丸さんの、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルに僕が出た時に、泥酔したジブラさんが乱入して嵐のように去ってたことがあるんですよ。それだけの接点だから覚えてますかって言ったら案の定覚えてなくて。ああ、わかるね。まあね。近い近い。まあよく記憶なくしたいらしいんですよ。うん。わかる。わかりますか？いいよいいよいいよ。記憶がなくなると大抵良くないことをしてて、次の日奥さんがすごく怒ってる。はい。で、玄関で叫んでたりとか、見えない敵と戦ったりしてるらしいんですよ。ああ、ね、見えない敵戦いしてる。いるんだ、たまに出てくるんだよな、見えない敵。基本的にはハッピーなパーティー飲みって感じらしいんですけどね。一回寝ちゃうとやばくて。やばいね。で、自分の誕生日でも、まあそういうパーティーで盛り上がってたんだけど、完全に潰されて寝てたら、そのジブリさん起こそうとしたマネージャーさんをうるせえっつってパカーンと殴っちゃったっていう。起きたらまず嫁に、電話した謝りなさいって言われて、その瞬間とりあえずツイッターで140文字いっぱいにごめんなさいごめんなさいごめんなさいってまずつぶやいて、おー、俺マジで暴力とか振るわないんですよってね、本当に最高のマネージャーなのにっていう、俺は何をしてんだ。でそんなことばっかやったんで、奥さん的にも堪忍袋の輪が切れて、これ以上飲むんだったら離婚すると、離婚届持ってこられたから家族を取るか酒を取るかってことになって禁酒したという。おー、芝浜だなこりゃ。何ですか、芝浜だよ、もう、酒やめて一生懸命働いてって、でしょ、はいはい、ちゃんと成功して、はいはい、大晦日、いっぱい飲んじゃえよって言って、やっぱやめとこう、夢になるといけねえってことじゃないですか。じゃあすごい愛妻家ですよね。そうですよ。ちゃんとしてますよ。で、実はあれなんですよね。ね、おじいさんが、ね、はい、横井秀樹さんなんですけど。おじいちゃんが横井秀樹だっつうのはすごいよね。横井さんのお父さんが、主乱だったらしいんですよ。あ、そうなんやっぱ、あ、覚醒遺伝だ。そうなんですよ。で、そのせいで横井秀樹さんはお酒飲まなかったっていうね。あー、似てる似てる似てる。どっかとも似てるわ、これ。スケールが小さいけど。あー、そうだ。俺も親父結構あんまりいい飲み方ではなかったっていうのがあるの。そして全く飲まなくなるという人物で、まあ、ホテルニュージャパンの社長にもなって、火災事故があって、当時消防だったジブラさんは大変な目に遭うという。消防か、あの時ジブラさんの本名が横井秀幸で、もうほぼおじいちゃんと一緒なんですよ。これはもう吊るし上げられますよ。そうだよな。で慶応の小学校の方なんで、周りはもういいとこの子供たちばっかりなんで、成り上がり者のこういうのが来たら、お前のじいちゃんなんだよってなるっていうね。映画が決定だね、これだけで。本当ですね。すごいよな。でね、だんだんやんちゃになっていて、14とか15歳の頃に家に帰ってこないときに、そうなんですよ。何が奇遇って、渋谷と敵対する組織とおじいちゃん揉めてたじゃないですか。そうなんだ。で、ラッパーになって渋谷を拠点として活動っていうね。これがすごい。よくできてますよねって言ったら、そう、だから14、15で家に帰ってこないときに渋谷にいるらしいって聞いたら、おじいちゃんがものすごい心配したらしいんですよ。何としてでも探し出せって言って、会社の社員がジブラさん探しに渋谷回らされてて、もうその頃安藤組いないですよっていう。いない、いない、いない、解散してるよ、もう。
イトイしてますよ。いやー、これ面白いよね。でさ、このジブラさんがさ、そのおじいちゃんのことをさ、ほら、まあ、乗っ取り屋とかいろいろ言われてたけど、はいはい、今で考えりゃ M&A だからね、全然でもいいや。あれ最高だよね。ね、M&A じゃねえかって。まあ、確かにケチでね、そういうところに問題あったんだけど、先見の目もあったんですよね。あったっていう。ニュージャパンに関してはひどかった。ひどかった。まあ、すぐ近所だけどね。そうそうそう。そうケチで、あれはじいちゃんが悪い。ただね、それ以外にはいろいろいいとこもあったっていう、ね。蝶ネクタイだよな、横井秀樹さんって言ったらね。そうそうそう。空目がで記者会見やっちゃってさ。ああいう場で蝶ネクタイってね。すごかったよなぁ。でも叩かれたんだよ。叩かれました。そりゃ慶応の中じゃ浮いちゃうよ。そうですね。ああ。はいはい。まずいまずい。そしてその2いきますかね。行こう行こう行こう。音楽活動スタート。それって金になるのかの筋。うん。音楽活動始めて、まずキングギザーのファーストアルバム、空からの力が出た時に、おじいさんにまずアルバムができましたって報告して持ってったら、うん、第一声が金になるのかっていうね。ああ、横井先生、横井さんだね。そう、大概では本当まとめ貸してネギルとか、その商人の人物だったから、音楽は素晴らしい商売だと思う。だけど、これ売っていくら入るんだと。うん、で俺に入るのは印税だけなんだけどって言ったら、うん、もう思いっきり笑われたらしくて。なんだそれと。その時はバイアウトってシステム。要はアルバム1枚30万円。つまり1人10万円ずつもらうってそれだけだったって聞いたから。そうそう。爆笑されたから悔しくて、うん、それ以上何も言えなかったけど、まあ、ちゃんとそこを見ておけってことだと思ってっていうね。で、そこからいろいろとそういうの契約とかかなり勉強したらしいんですよ。で、キングギザーのファーストアルバムについて、実はその最初2000万円くらいしかどうせ売れないだろうってことで、この1人10万円でやったら、2万枚3枚と売れ続けて、途中からその KW 社員が、レコード会社に殴り込んだと。で、毎日担当者に苦情を入れ続けた結果、担当者が3ヶ月で髪の毛が真っ白になって、それで 8% もらえることになったんですよ。おせ面倒だよ。すごい。一瞬で真っ白になっちゃったから。ね、あら現場半分持ってると同じぐらいのお金が入ったんですよね。やってることこれ、KW やばいよね。話ですよ。そうだよな、桃瀬ひろみじさんはね、ラテンコーターの用心棒ですから。そうです、そうです。人ですからね。だから、下手したら、俺がさら、ね、僕がさらわれてもおかしくないぐらいの感じだったんですけど、関係ない、やっぱ子供同士やみたいな感じの。あすごい話が出てくるんですよ。なるほどね。昭和の裏面みたいなものが見れるんですよ。あこれはコクがある。ジブラさん、いい話いっぱい持ってますよ、まだまだっていう感じです。でしょうね。すごいよなまあね、はい、まあ、歌ちゃんもそういうところと一緒にやってるわけですもんね。ライムスター歌丸だってね。ライムスターそうですよね。二、まあ、人の共通点は主覧ってとこです。出ましたよ、さっきの話が。怒っちゃうよ、歌ちゃん。歌丸さんのね。主覧の俺に主覧って言われたのに、主覧だったよ。なんでうまいこと言ってる。さあ、そしてお知らせです。吉田剛さんのインタビューが載った、実話文化超タブーボリューム13ですね。このジブラさんのインタビューが載ってます。ああ、面白い。ね、2016年6月号。いやいや、これ、今日今聞いたジブラさんの話、もっとこれ当然詳しく載ってますね。載ってますね。はいはい、ですね。そして、現在発売中の週刊朝日芸能輝く有名人スキャンダル大賞2016年春場所、はい、吉田剛さん、浅草キッド、歌丸さんが有名人についていろいろ話しております。大賞を受賞しました。ゴーちゃん受賞した。おめでとうございます。朝日芸能人、やった。そしてこちらも現在発売中、お笑いラジオの時間で爆笑問題のインタビューも掲載。浜さんと大会心のね。あ、俺の大好きな。そして、月刊誌、ブロディで、篠田麻里子さんへのインタビューも掲載。でも面白いです。そして東京 MX 吉田剛とはみ出し女絶賛放送中。冠番組。これがすごい、ね。冠ですよ。冠だもんね。しかも MX だからね。はい、さんの相方も絶賛してます。ああ、そうだ、うちの相方も。あ、もっと、いやいやいや、相方ですよ。現相方ですよ、現相方ね。そういうわけでお客さん満足しねえと思ったね。オチみたいなね。必ず言うんだ、これ。いいぞ。いいな、MX の冠羨ましいな。そんなこと言って、安藤さん大好き、MX。いやいや、もう MX 大好きですね。将来の MX の MC をやるね、感じで。長谷川をね、下ろしてね。降りないですよ。そこは言ってないです。そこは言ってないですよ。はい。ということでね、吉田剛さん、次回の登場6月3日。はい。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いいよ。玉結び。
から出てくるんですよね。その一の筋。その一だよね、はいはいはい。漫画が好きなんだよな。今このね、ジブラさんのね、MC やってるフリースタイルダンジョンって番組が、なぜかアイドルとかアニオタとかにもすごい人気なんですよ。同人誌文化的な方向でも人気になってて、これはまあ日本全国のフリースタイルのラップの重さが、まあ5人の凄腕ラッパーに挑みかかって即興ラップの上手さを競う番組なんですけどね。で、なんでこれがそのオタ的な人も受けるかって考えたら、少年ジャンプの世界に近いからだと思うんですよ。ことご本人に言ったら、本当少年ジャンプ毎週読んでた漫画家になりたかった。ああ、そっかそっか。島尾正人さん羨む話ですね。ごねればなんとかなった。あったんだよな。で、ちなみにちょっといい話が、KW さん今その渡辺エンタでバラエティで活躍してるわけですか。で、ジブラさんは結構こういうような血筋なのもあって、渡辺プロとつながりが深くて。らしいね。だから、そういう血筋からお母さんがやっぱその辺の社長とかと仲いいから、鍋プロ紹介してあげようかみたいな話があって、鍋プロでデビューみたいな話があったけど、それはさすがにヒップホップじゃないってことで断ったんですよ。確かにね。確かにな。そう、自分で成り上がったからいけないからって。縁故じゃねえだろうな。そうですね。縁故で。そしたらそこに KW 社員が入る。そっか。何なんだろう。巡ってますね。巡って面白すぎるなぁ。よくできた話。よくできてるよね。それじゃあそのさ、ヒップホップ界のオーガナイザー、悪そうなやつは、大体友達の筋、ここら辺もまた面白いんだなぁ。はいはい。まあ、ドラゴンアッシュの曲、グレートオールデイズにゲストボーカルで出た時に、このフレーズが有名になったわけですか。東京生まれヒップホップ育ち、悪そうなやつは大体友達っていう。これね、言っちゃったんだね、これ。で、これ実はあれなんですよね。僕がその、ね、いわゆる関東連合の本、いびつな絆っていうのを読んで、衝撃を受けたんですよ。その、そこに出てくる人が、悪そうな奴は大体友達で誰のことだ、俺はお前なんかと友達じゃないぞって言って、ジブさんを呼び、それを歌ってる奴を呼び出したみたいな文章が出てきて、何これ怖ーと思って。怖いよな、怖い。で、つぶやいたら、ジブラさん本人がツイッターで否定したことがあったんですよ。ちょっと違いますよって。まあどういうことかっていうと、まあ本当に当時は大体友達だったんですよって話なんですよ。だから、実はその、なんだろうな、フリースタイルダンジョンで、オーガナイザーっていう、立ち位置でやってるんですけど、実は昔からオーガナイザー体質で、そうなんですよね。洋七師匠へのね、よいしょがすごいって話だもんね。びっくりしましたよ、バレエバンディ見ての。バレエバンディで、師匠面白いっすなって。すごいらしいんだよな。先輩の立て方がすごいんですよ。楽屋に挨拶行くって、そういう人じゃないでしょ、あの人。キングキドラが、渋谷のドンガっていうね、渋谷のドンのドンガもどんどんできちゃうんですよ。どんどんドンガね。そう。だから、ケイタマさんとは仲いいんですけど、ジブラさんと僕、一回しか接点なくて、一回歌丸さんの、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルに僕が出た時に、泥酔したジブラさんが乱入して嵐のように去ってたことがあるんですよ。それだけの接点だから覚えてますかって言ったら案の定覚えてなくて。ああ、わかるね。まあね。はい、近い。まあよく記憶なくしてるらしいんですよ。わかりますか？いいよいいよいいよ。記憶がなくなると大抵良くないことをしてて、次の日奥さんがすごく怒ってる。はい。で、玄関で叫んでたりとか、見えない敵と戦ったりしてるらしいんですよ。見えない敵戦う人たち。たまに出てくるんだよな、見えない敵。基本的にはハッピーなパーティー飲みって感じらしいんですけどね。一回寝ちゃうとやばくて。やばいね。で、自分の誕生日でも、まあそういうパーティーで盛り上がってたんだけど、完全に潰されて寝てたら、そのジブラさんを起こそうとしたマネージャーさんを、うるせえっつってパカーンと殴っちゃったっていうんで、起きたらまず嫁に、電話して謝りなさいって言われて、その瞬間で挨拶に行ったら、最近ラップやりたがるやついっぱいいるだろう、そういうやつにお前のセカンド聞けって言ってんだって言われて、マジですかありがとうございますってなったのが初対面。ドラマチックだね。受けだいぶ受けちゃったね、もうお腹出して犬みたいになっちゃったんで。確かにね、僕が取材した時も結構15年ぐらい前なんですけど、最近なんかね、後輩とかでいいなと思う人いますか、ロッカーとかでしたら、最近はゼブラがいいなって言ってて。そう。ゼブラなんだね。ゼブラって呼ぶんですよね。ゼブラ、ゼブラ。ジブラって未だに呼ばないぐらいの人だったのが、で、ゆうやさんだけは許すっていうルールで、ゆうやさんだけはゼブラって呼びつけたんですけど、ただジブラさんが、ゆうやさんだけは許すって言ってるのが伝わったみたいで、最近よくジブラに治ったっていう。治ったんですよ。それはイエアロロペスの常連の、宇治神一番さん。ああ、宇治神。宇治神さんも、つい最近までゼブラって呼んでました。違うからっていうね。おー、いいね、宇治神も。最近もね、ヒップホップの先輩の高木寛さんのバースデーパーティーを仕切ることになったら、なぜかそこにゆうやさんの誕生日より近いからってことで一緒にやってくれって言われて、ゆうやさんの誕生パーティー仕切ることになって。すごいな。そう。なかなか仕切れないよ、そんなもんな。終了の朝5時半ぐらい前にね、ほとんどみんな帰った後にゆうやさんが、じゃあお茶でも行くかって言って、帝国ホテル行って、朝試合ぐらいになって、もう一軒行くぞ、みたいな感じで、ヒップホップやパンクみたいな。
間に人間が10人ぐらい家さん一派として、帝国ホテル行くだけでもとんでもないのに、うん、これから奥から行くぞってなって朝8時半ぐらいまで続いて、緊張しっぱなしだから途中で眠すぎてもうダメだったらトイレに行って3分間タイマーつけて寝たっていうね。おすごい、帝国からの大倉。ねえ、帝国の逆襲ですよ、これ、本当に。ダースベーダーですよ、これ、やってることは。家康さんの意志を受け継ぎたいって言ってるけどね。それがロックの人たちに少ないのは残念だっていう。あ、なるほどね、うん。そうかもしれない。それにちょっと断絶されちゃってるんですよね。確かに。合鍵作って開けるとかね、そっちじゃねえんだね。そっちは受け継がないで。そっちは受け継がなくていいや。面白いな。いや、やっぱその東京生まれの金持ちっていうのはやっぱりすごいやつがいるんだよね。そうですよね、うん。俺の周りでもいたんだけど、でもここまでやっぱ横井秀樹さんおじいちゃん持ってる人はいないやな。いないですよ、それ。いないや、これ。すげえや、スキルが違う。なんか慶応義塾時代の話だけでも面白いですからね。その一個上に小橋久蔵さんっていう、すいません、小橋会の初代会長、日本青年社の初代会長、はい、その筋の方のその息子さんがいて、ジバさんがやんちゃになってくるうちに一緒につるんでた先輩で、お互い吉田から慶応で。すごい話で、お父さんのお葬式行った時に、ジバさんすでにヒップホップハマってて、髪の毛刈り上げて、ナスカの地上絵みたいなの入れてて、その頭のスーツ着てって、向こうからパッと見るとゴブ狩りで、うん、なんならその筋の若いのかなみたいな時に、うん、ずらーっと若い人が並んでる中歩いてったら、向こうも振り返ると、えみたいになってくっていう。そうだよな。いやでもそういうと慶応って深いですね。いろいろ幅ありますね、慶応、ね、幅ありますね。あの、ものすごいちゃんとしたお金持ちと、はい、アウトロ側の人とか、いろんな人たちが混ざってるっていう。アウトロ側いるんですね。正しいのかね。うん。